アイドモスカイチストイックな怠け者テッケテッケです。はい、そして今回の動画ではこちら少し前に話題になったモルドレットの嫁化ですね、まあ、そろそろ来るんじゃないかと言われてる中、まさかのまたですね、こちらモルちゃんのスキル見てもらうと連鎖ダメスキル、運営さんネタバレしちゃってますので、はい、ちょっと私も不意打ちで今日ですね情報が入ってきて、今まだスキルの中身見ていない状態ですので、ちょっと急遽まだモルドレット嫁化実装前ですがスキル一緒に見ていきますか。はい、そしてちょっとその前に、まあ、久しぶりなんでまずモルちゃんのスキルのおさらいからやっていきますか。はい、このキャラクターパッシブで攻撃力と防御関数、そして HP アップと筋力の2倍分の敏捷ベース防御無視攻撃のカットが神髄共鳴スキルでできて、まあ、弓章にやや硬くで、あとは7覚醒で筋力がレベル掛け360上がった上で物理化身ダメージ耐性が 60% と、まあ、弓章や武将のクリティカルダメージに少しだけ抗うことができ、まあ、あとは筋力掛ける3倍分の攻撃力ベース防御無視攻撃をやんわりカットする、まあ、ちょっとした神髄共鳴スキルがあって、はい、専属武器の方は体力レベル掛け260で体力がこっちにあるんですね。ちょっと HP 心配なところではありますね。専属武器作ってあげないと。ちょっと美化金だとこういうのきついんですよね。で、攻撃力が 19%、物理防御貫通が1000あって、まあ、貫通系は2種類揃っていると。はい、で、まあ、当時出てきた時かなり強いと言われたのがこちらのパッシブ互覚醒ですね。こうやって今見るとかなり短くまとめられちゃってるんですね。まあ、復活が3回できますよっていう機能、そして復活時の HP は 40%。今の時代これもう低いですもんね。昔はもう3回もできて 40% 回復、もうこれで十分でしたからね。で、しかも復活後、狂乱状態と生後援護状態になることができるキャラクターってことで、いや、化け物だという感じでした。はい、まあ、狂乱になることで必ず攻撃が必中になって必ずクリティカルが出ると。で、デバフにも一切かからなくなるんで、まあ、その当時は本当に化け物みたいなキャラクターが出てきましたが、まあ、今 MR キャラクターでも狂乱キャラクターいっぱい出てきているので、そうでもないのとは、まあ、あと最悪状態ですねが出てきたことで狂乱状態でもデバフは食らってしまうようなものが一部出てきているので、まあ、といっても狂乱強いですけどね、未だに必中&角クリで攻撃することができる副将ちゃんですね。あと復活時の援護に関してもダメージカット 65% の反射が 120% あって 40% の確率でカウンターの罪悪流血を決めることができるんで、まあ、アタッカーとして動けるだけでなく反射キャラとしてもとても優秀だったっていう感じですね。まあ、ちょっとモルちゃんが出てきた1ヶ月後に利子が出てきてこれ剥がしながら殴ってくるっていう悲しい結末だったんですが、まあ、今回これが剥がれなくなるかどうかも注目ですね。で、さらに極めつけはこちらですね。これは今でも結構活躍しますが、復活するタイミングで HP パーセンテージが低い敵に対して筋力かける12倍の防御無視攻撃を必ず会心でぶつけることができるという機能ですね。まあ、最近で言うとおでんちゃんだとか佐々木小次郎なんかが得意とする道連れ防御無視反撃ですね。はい、まあ、ちょっとおでんちゃんや佐々木小次郎ほどの威力はありませんが、まあ、今回ここもテコ入れが入るかですね。楽しみですね。はい、するだけでなくちゃんと攻撃前敵の緑バフと生後バフを全解除することができるということで、まあ、これもおでんちゃんと同じく生後全剥がし機能ですね。いや、当時かなり画期的な機能がここにすでに入っていると、まあ、今でもこれかなり優秀ですからね。で、あとは敵の残り HP が 50% より低い場合このダメージは3倍になるってことで、これモルドレッドや佐々木小次郎と違って殴ってきた相手に対するカウンターの道連れではなく HP が低い敵を多減にして道連れにするので結構殺傷力が高いんですよね。3倍も出やすいし HP が低い相手を狙えば。はい、どうせ、まあ、このカウンターがとても強力なキャラクターでした。で、あとスキル1が影前状態に入って物理化身ダメージが 10%× 影前の単数、まあ、3ターンで始まるんで 30% ですね。物理化身ダメージが伸びた状態で戦いが始まって、でクリティカルが出るたびに1ターンずつ影前増えていくんで最大10ターンまで貯めれば、まあ、物理化身ダメージ 100% アップですねすることができて、クリティカルダメージを伸ばしていくことができるキャラクターでした。で、その状態で残り HP が低い敵を6回攻撃していって 600% と筋力かける8倍、最大攻撃力 50% の連撃ですね。まあ、ちょっと今の時代この連撃はちょっと火力低めにはなりますが、まあ、ここもテコ入れ入るでしょう。嫁化 で連撃が終わった後敵 N 名を1回攻撃と。で、 N 名っていうのは影前の単数が多ければ増えていくんで、まあ、影前6ターンもあれば敵6名に対する範囲攻撃が連撃の後出せるっていう、連撃が終わった後範囲攻撃をするキャラクターでした。まあ、ただ連撃中に例えばテーフとか落としちゃうと、テーフの天然ボケなんかの道連れ反撃でモルちゃんも落ちちゃって、でモルちゃん落ちちゃうと復活キャラクターなんで影前剥がれちゃってたんですよね。復活挟んでも剥がれないような影前になるといいんですけどね。ちょっとこの影前自体は剥がれちゃいそうな予感がしますね。で、剥がれるとクリティカルダメージ弱くなっちゃうんで、まあ、せっかく狂乱化して角クリで戻ってくるんですが影前がないみたいなねことになっちゃうんで、はい、そこにテコ入れが入るかどうかも楽しみですね。はい、そのまま連撃からの範囲攻撃ですが、こちら毎回攻撃前自分の HP が 50% より低い場合はその場で HP を 100% 殴った分回復できるんで、反射キャラクターなんかにやや強いです。まあ、特に狂乱化してれば流血にもならないんで、ちゃんと HP 回復
できますんで、反射ダメージをだいぶこれで受け止めることができると。 HP がピンチな時は、であと狂乱状態だと必ずクリティカル必ず命中、そして攻撃時はクリ率が 40% アップしてるんで、まあ、狂乱になってなくてもある程度クリティカルが出しやすいっていうような位置づけの連撃キャラクターでしたね。はい、で全て攻撃が終わった後力強に入って、味方6名を力強にして筋力 ×2.5 倍分攻撃力ベース防御無視攻撃から味方全体をやんわり守っておしまいですね。でスキル2の方は敏捷値が高い弓章狙いですね、に対して700%と筋力 ×8 倍の破壊攻撃というかなりシンプルな攻撃パターンで、弓章キラーなムーブができるキャラクターですね。特に狂乱でこのキャラクター殴れるんで必中ムーブができるんで、残影で避けさせないっていうところも含めて、まあ、いい流れでスキル打っていくことができる副将でした。まあ、これかなり今回期待したいですね。ここに攻撃力ベース防御無視攻撃が乗ればかなりの弓キラーにまた返り咲いてくれるんで、ここめちゃくちゃ楽しみですね。はい、あと自分の HP が 50% より低ければダメージが倍と、ちょっとこの条件が難しいんですよね。殴ってる最中に結構 HP 回復しちゃうんで、まあ、特に狂乱でクリティカルの方は安定するんですが、ダメージ倍がちょっと途中から出なくなっちゃったりして、それで意外と威力が低いみたいなことがあるキャラクターでした。でこちらも狂乱状態であれば各クリ必中で、攻撃が全部終わった後6名に対して最後攻撃をつけて筋力 ×3.5 倍分の攻撃力ベース防御無視攻撃にやわり固くして、あと総ダメージ 35% 回復しておしまいですね。あ、ですいません、説明抜けてましたが、スキル1のここの範囲攻撃には生後バフ剥がし機能も範囲攻撃の方にだけありましたので、はい、一応範囲に対する生後バフも剥がすことができるっていうキャラクターでしたね。まあ、スキル2の方剥がしがないんで、まあ、剥がしはこの道連れ反撃の時の全剥がしに頼ってるようなキャラクターで、ちょっと連撃にも欲しいんでそこら辺も入ってるかどうか。さあ、遠差ダメスキルどうなってるか見ていきますか。まずは筋力、敏捷、知力ダメージ、攻撃費ダメージが 70% カット。これは強くなりそうだな。これ生後援護だとか神技によってダメージカットするのではなく、もうモルドレッドの生身につくんで、このタイプのカットの仕方のまずいいところは、このモルドレッド自体もそうですが、おでんちゃんとかの復帰時道連れ反撃ですね。道連れ反撃っていうのは生後援護とか神技みたいなダメージカット機能すり抜けてダメージ飛んでくるんでとても痛いんですが、この肉体につけるタイプのダメージカット機能ですね、これに関してはそれすらもカットすることができるんで、しかも 70% めちゃくちゃでかいですね。 50% が結構多い中 70% はでかいです。でカットできるんで道連れ反撃にまずめちゃくちゃ硬いですね。はい、ちょっとおでん対策だったり、まあ、佐々木小次郎だとか卑弥呼だとか、そういったキャラクターの対策がめちゃくちゃ強そうです。まずは、はい、その上で戦闘終了まで解除不可の幸運状態、あ、ナイス、幸運入れてきましたね。はい、幸運がつくことで会心率が 20% クリティカルが出しやすくなり、あと異常状態耐性も 50% 上がりますが、まあ強乱になるキャラクターなんでここはいいとして、はい、メインここですね。筋力、知力、敏捷値が 50% 上がるので筋力値が爆上がりしますね。はい、これによってまずおでんちゃんなんかと戦った場合には、あのキャラクター筋力値で勝つと道連れ反撃がダメージ倍になったりするので、それよりでかい筋力値をこのキャラクターが作ればダメージ倍も出させない、プラスこの筋力ダメージカットがここにもあるんで、いやマジでおでんちゃんにマウント取りに来てますね。はい、だけでなく筋力値が 50% 上がることで、このキャラクターの復帰時の防御無視反撃ですね、これが筋力値の12倍になってるので、ここが 50% 上がれば18倍になるので、でそこに3倍も乗れば54倍ですね。でしかもモルドレッドの場合は必ずクリティカルになるんで、そこにクリティカルのダメージ、まあ、ちょっと影前がどうなるかは分かんないんで、影前なしで考えても124倍ぐらいになるってことで、まあ、今おでんちゃんがクリティカルまで出すと170倍ぐらいになるんで、ちょっと負けてはいますね。それでも、まあ、でもおでんちゃんは角クリじゃないんで、クリティカルが出るかどうかはかなり不安定なんで、こっちは安定してある程度の高さのダメージが出せるっていうイメージですか。いや、その前に影前どうか、あ、復活後影前ありますね。はい、4ターンつくんで、これでカウンターの威力も伸びますね。146倍ぐらいになりますか、復帰時反撃。まあそれでもちょっとだけ負けちゃいますかね、復帰時反撃の威力は。まあただこのキャラクターの場合 HP が低い敵を狙いに行くんで、ピンチな敵を狙うってことで、殺傷力って意味ではもう十分仕事こなすカウンターにはなるかなっていうところですね。この幸運がついたことでさらに強くなりました。やはりまず反撃がめちゃくちゃ機能するやつに進化したのと、出陣時自身に生後援護5ターン付与、おっと開幕から援護状態。はい、中身は復活時の援護と全く同じですね。 120% ダメージ反射、そして自身の援護エイブ結成状態が解除不可と、ああいうことでこの援護剥がれないやつになりますね。あと復活時のこの援護も剥がれなくなるんで、いやこれはナイス。常にダメージカット 70% 待って援護もつくんで、いやこれデフォルトで約 90% ですね。硬さめちゃくちゃ硬いぞ。めちゃくちゃ硬い上にちゃんとダメージ通す敵の火力がある主力に対しては反射飛ばせるんで、あの硬い反射キャラクターってそこら辺の取り巻きに HP 減らされないんで、敵の主力用に HP 取っとけるんですよね。こっちがタンクとか殴っちゃって HP 減らさない限りは。なんで要は何ができるかっていうと、敵の主力に殴らせて主力だけ HP がへこんだところにこの道連れ反撃が HP 低い相手に飛んでくんで、とどめを刺すみたいなめちゃくちゃ綺麗なカウンター攻撃ができるんですね。いやこれナイスだな、開幕から援護ついたの。まあただちょっとこのせいで戦役なんかで
開幕敵の全体攻撃で落としてもらって狂乱化して必中で戦役立ち回るってことはできなくなっちゃうんで、戦役での活躍っていう路線は完全に消えますね。開幕援護がついちゃうと、まあ、本当に柔らかくすればいけるかもしれませんが、かなり難しいと思います。いや、めちゃくちゃ綺麗な伸び方。反射ダメージぶつけて道連れで落とすと。でスキル1の方ですね。スキル1攻撃時筋力かける10倍のダメージが加算と。あ、スキル1は筋力値ベース防御持ち攻撃だけ加算ですね。殺傷力そこまで上がらないくさいですね。まあ、もともと攻撃力ベース防御持ち攻撃ありましたが、まあ、50% ってことでそんなに威力めちゃくちゃ強いわけじゃないんで、うん、スキル1の方はそんなにですね。はい、でこちらスキル2の方ですねが攻撃時最大攻撃力 100% の防御持ち攻撃が加算と。まあ、攻撃力っていうのは最小から最大でフラフラたよたうんで、そんな中この防御無視攻撃は必ず最大攻撃力を参照するんで、まあ、かなり強い威力の攻撃力ベース防御無視攻撃が追加で乗るようになり、しかもスキル発動中自身の HP は 1% を下回らないと。反射で落ちなくなりましたね。まあ、反射ダメージが飛んできても HP1% だけ残して踏ん張るキャラクターになりました。ただこれ注意が必要なのは、例えば孫権みたいな落とされた時に敵範囲に対してカウンターをしてくる道連れタイプの副将に関してはなぜかこの 1% で耐える機能ですねを無視して落としに来るんで、まあ、ここにも書いてありますが範囲反撃が飛んできた場合には落ちちゃうんで、まあ、長老キャラクターの尊敬心配ですね。引きつけられちゃうんで、はい、まあ、でも一応基本的には反射キャラクターにも強い 1% 粘りができますんで、まあ、このスキル2の弱点だった攻撃全部終わってからしか総ダメージ回復ができない機能の部分をうまく補いつつ火力も作ったっていうような感じですね。いや、よくわかってらっしゃる。はい、でさらに、血に染まる翼、まあ、これパッシブさんのこのカウンターのやつですねが解放した後以下の効果を獲得。パッシブさんの復活回数プラス1回、おお、4回復活になりましたね。で復活後血清とエイブ状態4ターンに入ると、まあ、とりあえずなんで復活時のエイブ切れは起こさなくなりましたね。まあ、クリティカルダメージが常にある程度伸びた状態になるのと、血清がつくことで、はい、負傷者 HP 上限 100% はめちゃくちゃでかい血清。まあ、血清っていうのは影光みたいな疑似 HP ですねを展開して敵に殴られた際 HP が減る前にまずはこの血清が受け止めてくれると。でしかも HP 満タン分と同じ大きさの血清になるんでめちゃくちゃでかいですねこれ。まあ、血清っていうのは自分の HP 上限の大きさまでしか作れないんで、もう血清で作れる限界の HP の大きさの血清を自分に付与すると。もともと復活で 40% しか HP 回復できなかったんでそこを補いに来ましたね。なんでモルドレッドの場合ですね、 HP 吸収なんかを育てない方がこの復活後ですね 40% の HP で場に戻ってきて HP50% より低い場合にはスキルにですねダメージ倍になるんで、下手に HP 吸収育てない方がいいかもしれないですね。モルドレッドはこのスキル2の威力伸ばしたいなら。でピンチな状態っていうのはもう血清で耐え忍ぶということができるんで、でしかもこの血清解消負荷なんでちゃんと壁として機能するんで、そこら辺の剥がれる血清とは一味違いますんでね。まあ、そこもめちゃくちゃいいですね。まあ、何より生身がかなり硬いんで硬さもちゃんとついて火力もついた順当進化ですねこれは。いや、武将の狂乱連撃アタッカーとしてはかなりいいところ行くんじゃないでしょうか。いや、楽しみですねこれ明日投与して戦わせるの。まあ、火力面で心配なのはスキル1に範囲攻撃で剥がし機能があって、スキル2の連撃には剥がし機能ないんで、相手の主力とかを殴る際前もって1回落ちて道連れの全剥がしですね、これを決めとかなきゃいけないってとこですね。そこら辺がうまく噛み合わないとスキル2の威力、まあ、特にダメージ倍なんかが乗らなかった場合に伸び悩んじゃう可能性ありますが、まあこれは順当に強いですね。援護も剥がれなくなったんでちゃんと反射ダメージもぶつけられるし、初見の体感ですけどざっくりおでんちゃんより少しだけ弱い代わりにタゲがちゃんと絞られてる道連れ反撃ができて、その代わり連撃の方はおでんちゃんより強いけど生後剥がしの機能はおでんちゃんの方が上なんで、殴る前にうまくカウンターの全剥がしを決めれてるかどうかがおでんちゃんと比べた場合火力の勝ち負けが決まると。であと生身の硬さめちゃくちゃ硬いんで道連れ反撃は決めやすいですよってとこですね。でまあおでんちゃんのいいところは雷害で敵の足止めもできるんで、あの足止めが厄介だったりするんで、まあそこら辺なんかはちょっとおでんちゃん器用だなって思いますけどね。うん、でも対マン戦なんかはおでんちゃん以上に強い可能性がありますね。楽しみですねこれ。はい、あとはちょっと指輪とドレスですね、どういうのがつくかがまだわかんないんで、そこでさらにもう1個ぐらい面白いのがつくといいですけどね。第一印象としてはモルちゃん使っていた人はもう順当に強くなったんで、またこれデッキに再度復帰させるのも十分ありな性能になったなと思います。まあ、ちょっとゼロからモルドレッド投与して1軍に入れるべきかっていうとそこまでではないと思うので、あくまで今まで育てていた人向けになりますが、まあ、また明日ですねガチャに並んだら実際に投与した上で検証してリアルな映像をお届けしていきますので楽しみにしていただければと思います。はい、これある程度ちゃんと強くなりましたね。あ、よかったです。はい、として最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。いや、この前日ネタバレ運営さんましてありがたいんで、今後も続けていただけると嬉しいです。はい、それでは。する
おっす。おっす。